1967年制作、公開、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督、脚本によるイタリアの映画である。ソポクレスによる悲劇、オイディプス王を原作とし、現代も、そのままイゴで、エジポリであるが、放題は、全く無関係のものになっている。表向きは、オイディプス王の物語の映画化であり、その特徴は、奇跡の丘で提示された、厳しい自然主義である。 ソポクレス作品が王となったオイディプスを時の中心とし最下が下った定売で、アポロンの神託により国から覗かねばならないとされた、災いの原因を求めるオイディプスに対して、次々となされる証言や告白によって、誰も知らなかった、過去の真実が次第に暴かれていく形を取るのに対し、映画では全場面が過去から未来へ、時間に従って展開される。映画は、 パゾリーニの故郷である、現代のボローニャから始まる。母親が出産し、子供が成長した後、両親の心情を覗き見たところから突如場面が転換しオイディプスの物語が始まる。オイディプスの物語が終わると、また現代のボローニャに戻り、映画が幕を閉じる。本作の真の姿は著名な作品である、オイディプス王に形を借りた。 パゾリーニ自身の物語である。メインの場面はモロッコで、プロローグとエピローグはイタリアで撮影された。ありがとうございます。